人と人をつなぐ運命の赤い糸、その存在を知っている人はたくさんいます。しかしこの世にはまだ知られていないもう一色の糸があります。それは人と人の夢を紡ぐ金の糸。あの、ドリーム新聞のものですが、新聞はいかがでしょうか？あなた、新人でしょう。はい。セールスの仕方、なってないわよ。あ、すいません。まあ、とりあえず上がりなさい。失礼します。どうぞ。失礼します。こちらおかけください。はい。ありがとうございます。あ、すいません。いいね。はい、どうぞ。いただきます。あの、失礼なんですけど、あそこの写真は？自分で言うのも恥ずかしいんだけど、昔、私ね、ミュージカル女優だったのよ。そうなんですか？あの頃の私は、夢を追いかけようと必死だったわ。そのために、家族も、愛する人も捨ててしまったの。その夢を叶えることは、できましたか？いいえ、結局叶えることはできなかったのよ。夢のために愛する人々を犠牲にしたのに、私はその夢に捨てられてしまった。夢に捨てられた。僕も夢なんて叶わないって思ってました。叶わないから夢なんだって。確かに過去を取り戻すことはできません。でもきっと未来は掴むためにあるんじゃないでしょうか。あなたは若いからそんなことが言えるけど、今さら私なんか。僕は今からでもまだ間に合うと思います。立ち上がれ、信じて輝け、この瞬間やめ、立ち向かえ、解き放て。しゅうちゃん、今日はお誕生日だから、しゅうちゃんの大好きないちごショートケーキ焼いたわよ。出てきてちょうだい。お願い、出てきて。もう引きこもって3年じゃない。いじめが嫌なら仕事に行かなくてもいいから、せめて一緒にケーキを食べましょう。お誕生日ケーキ
置いておくわね。あんたなんか出てきなさい。